那須温泉郷。那須温泉郷は、栃木県那須郡、旧国下野国那須町、一部は、那須塩原市に散在する温泉の総称、温泉郷である。日光国立公園内の那須岳南麓に位置する。同じ那須岳南麓には、皇室が静養に訪れる那須御用邸がある。栃木県那須郡那須町湯本に鎮座する温泉神社は、延喜式神明町にある下野国那須郡温泉、湯の神社の論者として知られ、同社社伝、伝承に基づくと、那須温泉の開け湯、鹿の湯は、飛鳥時代の西暦30年となる。那須は、温泉神社、湯前神社や、湯前神社など温泉を祀る社が80社ほどある、温泉信仰の極めて厚い地域であり、六国志の一つである、日本三大実録には、14以上、勲五島下野国温泉神の記述が見られ、平安時代の西暦863年、貞観5年頃までに、日本政庁にとっての重要温泉場の一つに位置づけられてたことがわかる。なお、これより遡る奈良時代の西暦738年、天平10年には、14下の尾上牛飼が湯治で那須の湯に行くため、従者12人と、都から下り駿河国を通った記録が正倉院文書の駿河国政庁に見られ、奈良時代にはすでに中央官人が那須温泉を湯治場として認知していたことがわかる。鎌倉時代に成立した平家物語では、源義経の岸谷有屋島の戦いでは、その下地を受けた那須与一が敵戦場に揺れる扇の的を射当てる際に、南無八幡大菩薩、別にしては我が国の神明、日光の権現、宇都宮、那須の温泉大明神、願わくば、あの扇の真ん中刺させて束せたまえと記念した、という説話に、那須の温泉が登場する。江戸時代前期には、俳人、松尾芭蕉が、殺生石を訪れ、塩原温泉郷と並んで、那須地域の顔となり、江戸時代後期から明治時代に、庶民の間で流行した、温泉番付では、諸々の番付において、東の大関草津温泉に次ぐ、東の関脇に位置づけられた。太平洋戦争前に、鉄道省が出版した温泉案内にて、那須温泉郷と紹介された。鹿の湯の源泉発見の後、現在までに、複数の温泉が発見され、近世では、那須湯本温泉、磐室温泉、大丸温泉、弁天温泉、北温泉、高尾温泉、三都小屋温泉が那須七湯として広く知られていたが、大正期には新たに発見された葛光温泉、飯森温泉、朝日温泉に湯本温泉から引水した新那須温泉を含め、那須十一湯と呼ばれた。現在では、葛光、飯森、朝日は廃れ、那須湯本温泉、大丸温泉、弁天温泉、北温泉、八幡温泉、高尾温泉、三都小屋温泉の7つを、那須七湯、これに新那須温泉を加え、那須八湯としてる。本項には、現在の那須七湯に加え、かつて、那須七湯に数えられていた板室温泉についても記す。それぞれの温泉で、効能、泉質が異なるため、湯巡りが楽しめる。九尾の狐伝説で有名な殺生獄近くにある、温泉街。那須温泉郷で最も古く、温泉神社を中心に温泉街を形成している。旧来の那須湯本温泉街より少し下った位置に点在するホテルなどは新那須温泉と分けて呼称することもある。車で行ける那須温泉郷の温泉の中では最も奥まった標高の高い場所に位置する温泉。奥那須温泉とも呼ばれる。大丸温泉と湯本温泉の間にある一軒宿。湯量も豊富。別名天狗温泉と呼ばれ、温泉の至るところに天狗の面が飾られている。駐車場に車を止め、遊歩道を歩いて、渓谷を降りた位置にある温泉。温泉と駐車場が離れているのは、先代が車の排気による景観破壊を懸念したためという。湯量も豊富で、プールのように大きな露天風呂がある。映画、テルマエ・ロマエでは、ロケ地ともなった。毎年5月中旬から6月上旬にかけ、20万本もの、ツツジ群生の眺望ができる温泉。かつては廃業した旅館跡地に無料で入れるの湯が存在した。現在は別経営者によるホテルが営業している。他に宿泊施設1軒あり、那須ロープウェイ山頂駅から茶臼山を越えた向こう側にあり、徒歩でしかたどり着けない。他の温泉からは離れた那須塩原市の山奥の飛び地にあり、旅館2軒。那須温泉からは少し離れた中川沿いにある温泉で、那須塩原市、旧黒磯市板室にある。古くから湯治場として知られ、1971年、昭和46年3月23日に国民保養温泉地に指定されている。板室塩沢にあることから、塩沢温泉と呼ばれていたこともあった。公共交通機関を利用して訪れる観光客の那須内のアクセスを向上するため、那須高原観光周遊バス、那須シャトルバス QB 号が、道の駅那須高原友愛の森を起点に、那須温泉郷や那須高原の光地、那須サファリパーク、南ヶ丘牧場、那須湯本、新那須、那須林道湖、レイクビュー、お菓子の白那須ハートランドなどを周回運行している。那須湯本温泉には、那須温泉神社と殺生石がある。那須温泉神社境内には、那須温泉の発見者と伝えられる、鹿の幸広を祀る、御立神社など境内社が複数座す。温泉神社と殺生石は散策道でつながっている。殺生石から車、または路線バスで、ボル系のハイウェイ、旧有料道路、現在は無料を登ると、つつじ吊り橋、渓谷に架かる歩行者用吊り橋、八幡のつつじ群落、那須高原恋人の聖地展望台、大丸温泉、那須ロープウェイ山麓駅、路線バスはここまでを経て、峠の茶屋駐車場に至る。ロープウェイ利用で茶臼岳まで1時間程度、峠の茶屋から徒歩で2から3時間前後で茶臼岳、朝日岳、三本槍ヶ岳に登頂できる。那須岳の斜面は、ヤシオツツジの名所であり、特に、湯本温泉から大丸温泉の間、弁天温泉周辺は、初夏には一面真っ赤に染まるほどに咲く。ツツジの群落の中に遊歩道があり、歩きながらゆっくり花を堪能できる。北温泉から30分ほど朝日岳方面へ登った、登山道沿いには白い花の咲く白ヤシオの群落がある。ツツジといえば普通樹高2から3メートルの灌木だが、ここのヤシオツツジは、幹の直径10センチメートル以上樹高5メートル以上の大木が多い。那須温泉郷から下った山裾は、那須高原として数々の観光地がある。2011年、平成23年5月22日に、那須御用邸の約半分の面積の敷地が、那須平成の森として一般開放された。八幡温泉から北西に 1km ほど行った位置に、中心施設である、那須平成の森フィールドセンターがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。